ぞ玉。さあゴール下寺島よく見てました。ジャスティン・ハーパー、川島がボールを運ぶ、三田がついていましたが、岡田からのパス、イエローパス、バスケットカウントです。こういったプレーやわらかいですよね。そうですね、個人ファール一つ目です。岡田もよく見ていましたし、柔らかいシュートですね。ここでまあもちろんマッチアップも変わりますから、イエローバス選手をどう抑えることができるか。イエローバス、ね、はい、イエローバスと長吉です。さあ川島が行く、ここはファールです。サウスポーの選手でもあります。パス、ハーパー、一度中に入ってきてダンクだ。先ほどのシーンです。これは中に入ってきてハーパー、そうですね、ダンクのシーンですね。まあ、今日はハーパー選手が本当にいい判断でプレーしてますよね。はい、最初のスリーポイント、はい、オフェンス対応できるか、はい、ライス、ライス、ツヤがつく、ライスのスリーポイント。ツーですね、ですね、失礼しました、はい、ツーポイントシュート、スネアの人になってなかったと思いますけど、まあ、松井選手ですからね。そうですね、はい、そこはもう任されてるシュートだと思うんですけど、はい、イエローバスの遠いところからのスリーポイント、ガッツポーズも見えました。さあもうあります。さあライスとイエローバス、さあ振り返ってのシュート、うまくバンクショットにしました。惜しい狙い方だった、そうでしたね、狙い方だったんですけどね、はい、ちょっと惜しかったです。遠くから狙ってきたイエローバス、ね、今日3本目。寺園、今日はスリーも1つ決めています。寺園ノールク、太田が来た、うまい、いい合わせでしたね。うまかったですね。ハパー、バスケットカウント。今日は本当に取られた後、確実に自分で流れを変えてやるんだというね。そうですね、はい、3位は丁寧に1本欲しいですね、はい、いい形で。川島も3、やってきましたね、川島です。スティールもそうですし、守備でいい形でプレーをしたい京都、ね、はい、ハードに、これからちょっとハードにつきたいですね、はい、さあ鈴木が行く、得点決めます。鈴木がボールコントロール、残り時間いっぱいまで有効に使ってますね。パス、さあイエローバスが来た、抑えます寺島。まあ、この辺りは鈴木は冷静ですね、はい、鈴木が入ってきた、レイアップ決める、大きな得点が入りました。さあこのセットオフェンス、さあライスが行く、決める、82対78。寺島ジャンパーリバウンド、松井が抑えますが、ここで最後は3円キープ、試合終了。3円ネオフェニックス、3連敗から脱出、連敗を止めました。